語。皆さんこんばんは、声優の小野ゆうきです。僕の自主活動朗読企画小野語のクリスマス特別編サンタッチャブルナイト後編をお届けします。二次三次所属 VTuber の真泉海君、すこやかなさんからの提案をもとにですね、杉田智和さん、ベルモンド・バンデラスさんにもお声掛けさせていただいて実現した声優と VTuber のコラボ朗読企画後編であり最終回をお届けします。前回のラストはですね、すこやかなさん演じるカズマの気になるつぶやきで終わっているということで、果たしてみんなの思いがこの聖夜にですねどのように交わっていくのでしょうか。それではサンタッチャブルナイト後編、最後までゆっくりとお楽しみください。明日は年に一度のクリスマスだというのに、12歳の誕生日を迎えたばかりのカズマは今年も大きな家にポツンと一人、静かな夜を過ごしていた。そんなカズマを訪ねてきたのはサンタクロースマフィア。はあ、ピストル！おっと言っとくが、そいつは本物だぜ。もちろん今のお前には使いこなせねえ。だがいずれお前が大人になった時。ニコ様危ない。え？ああ。音の出るおもちゃをカチカチと操作しながら、子供らしからぬ深いため息をつくカズマ。ニコから受け取ったピストルを撃ったかと思われていたが、撃てるわけないじゃん。このピストル弾入ってないんだから。今時こんな子供だましに引っかかるかな普通。でもこれで僕もサンタと同じように。あ、やっぱり入ってきた。よし。家に侵入してきたいくつかの物音を聞いて、カズマは子供らしい満面の笑顔を見せるのだった。サンタッチャブルナイト後編。うわあ、本当に立派なお屋敷だな。泥棒の名無しに助けられ、共に行動することになったサンタクロース見習いのヨンヨン。屋根裏部屋からの侵入に成功した2人ははしごを伝い3階へ。ヨンヨンは大きな体を小刻みに揺らしながら辺りをキョロキョロと見渡した。明かりはなく、はっきりとは見えないまでも吹き抜けのロビーと各階をつなぐ螺旋階段の大きさは感じ取れる。子供部屋は2階だ。ひょこひょこ進むヨンヨンと対照的に、ナナシはまるで全てが見えているかのようにスタスタと躊躇なく進んでいく。あ、待って待って、ナナシ君、君ずいぶんこの家に詳しいけど、そんなに何回も盗みに入ってるの？盗みに入るのは初めてだ。え？それって一体どういう？なんだ、説教なら間に合っているぞ。暗闇の中、ナナシの目がギラリと鋭くなったように感じたヨンヨンは慌てた。ごめん、説教とかそういうんじゃなくて、っていうか自分の仕事も満足にできていないのに本当おせっかいで嫌になるんだけど。別に、サンタクロースは総じておせっかいなものだろ。あそうだね。うん、やっぱりナナシ君って優しいよね。どんな理由があるかはわからないけど、僕はナナシ君のこと応援しているから。泥棒頑張って。どっちかっていうとなりたかったのはそっちなんだけどな。え、ナナシ君何か言った？その小さな独り言はヨンヨンの耳に届くことはなく。ん、あれなんだろう、
何か足に。よいしょ。わあ、かわいいぬいぐるみだな。バカ、そいつに触るな。ナナシの叫びも。ヨンヨンの悲鳴も。天井から降り注ぐ大量のおもちゃたちにかき消された。またそんな子供騙しに引っかかって、しょうがないお兄さんたちだな。声とともに家の中に明かりが灯る。そこにはおもちゃの山に向けてピストルを構えたカズマが立っていた。どうやらこの罠を仕掛けたのもカズマなのだろう。ねえ、俺のことサンタクロースマフィアに入れてよ。俺はこの通り一人でやっていけるし、誰よりも役に立つと思うよ。大人になるまで待つ必要なんてどこにも。さあ、おもちゃとおもちゃの隙間から顔を出したナナシは、息を整える間もなくヨンヨンの姿を探す。カズマの話はほとんど耳に入っていないようだった。だがサンタ、名前を呼ばれて思わず振り向く。カズマ、やっぱりサンタ。カズマはナナシの方へよろよろと歩き出す。だがその歩みはすぐに止まった。いや、止められてしまった。お見事です、カズマ。マフィアの活動を阻む者を退治してくれたんですね。ありがとうございます。いつの間にかカズマの後ろに回り込んでいたゴロウがカズマの腕を捉えていた。カズマ！離せ！カズマはもう片方の手でポケットにしまったピストルを取り出す。が、ああ、それ使います？ちなみに弾はここにありますが。ゴロウは指先で転がしている弾を自身のピストルに込めると、カズマではなく身動きの取れないナナシに向けて構えた。裏切り者のサンタクロースマフィア、名はサンタでしたっけ？その名前は捨てたんだ。俺に名前はない。サンタ。そっか、君たちは兄弟だったんだね。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないけど。僕より今は二人の方が心配だから。サンタクロースはいつもお優しいね。自分より他人のことばかり気遣って。だから虫図が走るんですよ。お前たちの目的は何だ？マフィアから勝手に足を洗ったことは悪いと思っている。いくらでも落とし前はつける覚悟だ。だがカズマは関係ない。手を出すな。俺たちは仕事をしているだけです。悪い子指数が急速に高まったのもサンタクロースマフィアに入りたいと願ったのもカズマ自身ですよね。それはだってマフィアに入ればサンタに会えると思ったんだ。やはり今の生活に不満があるんですね。ううん、ママも新しいパパもすごく俺のこと可愛がってくれるよ。欲しいものは何だって与えてくれる。クリスマスの夜、一人でお留守番をしていないと今時のサンタさんはプレゼントを届けてくれないんだって。そんな子供騙しにもわざと引っかかってくれて。でもサンタは違うでしょ。僕ばっかり幸せでずっと不満だったのはサンタの方だよね。カズマは今までの気丈な態度から一転、今にも泣き出しそうな顔でフルフルと
唇を震わせている。親父は俺を連れて町を出た後、すぐに蒸発した。ろくに働いてなかったしな。手のかかるガキを面倒見る気なんてさらさらなかったんだ。そんな俺にプレゼントを恵んでくれたのがニコだった。一丁のピストル、どこからちょろまかしてきたんだか知らないが、子供の俺が大人に対抗できる武器を手に入れて、だがそれを使うことはなかった。真面目に生きてりゃいつか報われるなんて思っていたんだ、当時の俺は。なのに結局何にも変わらないまま大人になって、俺はニコが作り上げたマフィアの一員として働くことを選んでいた。ナナシ君。そうですね、生きるためには綺麗事だけじゃやっていけません。だが1年前、サンタクロースマフィアの仕事も少しずつ覚えて、ようやく独り立ちできるってタイミングでカズマを見つけた。俺と一緒に暮らしていた頃はまだほんの赤ん坊だったが、カズマのことはすぐに分かった。でもカズマにプレゼントを届けるのが俺に与えられた仕事だと気づいた時、俺はその場から逃げ出していた。サンタ、俺はサンタに会いたかったんだよ。悪い子になるつもりはなかったけど、でもマフィアに目をつけてもらうには悪い子指数を上げればいいんだって知って、嘘をついたり罠を仕掛けたり。俺は悪い大人になってしまった。マフィアの次は泥棒。もうお前の知っているサンタじゃない。俺のことは忘れてくれ、サンタ。とその時。それは違うよ。ヨンヨンの声が響き渡り、おもちゃの山がぐらぐらと揺れ始めた。どうやら下から持ち上げようとしているらしい。おい無茶するな。と制止する間もなく、ヨンヨンは七仕事おもちゃたちを持ち上げ、優しく床へと着地させた。力を使い果たしたヨンヨンは力なくその場に倒れ込む。その大きな腕を掴んだのはナナシだった。助かった。うん、サンタクロース、もう俺の家には来ないかと思ってた。ごめんねカズマ君、去年はそのいろいろあって。あのさ、ナナシ君が泥棒になったのは、今日カズマ君に届けられるはずのマフィアからのプレゼントを盗むためだよね。ニコは適当な性格をしているが、仕事に対しては真面目だからな。昨年俺が渡し損ねたプレゼントはそのままにしておくわけがない。ま、今回の計画を企てたのは全部俺なんですけどね。ニコ様は随分あなたを気にかけていたので、それを利用させていただきました。だから泥棒は今日が最初で最後。それで君はこの後警察にでも行くつもりかな。ヨンヨンの言葉にナナシは無言の肯定で答えた。そんなのダメだよ。俺だったらこんなものいらない。マフィアにだってならないから。サンタは何も悪くないよ。だからカズマ。おっと、そういうわけにはいきません。あなたにはサンタクロースマフィアの一員として働いてもらいます。ニコ様は子供には悪いことをさせたくないなどと終始生っちょろいことを言っていますが、子供こそ
悪事を働くことに長けている。俺はそう考えます。サンタ、カズマ、あなた方兄弟はそのために必要な駒なんですよ。カズマはサンタに会うため、そしてサンタはカズマからマフィアのプレゼントを取り戻すため、今日必ず相まみえると俺が作った企画書にすでに記載済みなんです。さあ、俺の書いた紙の上でせいぜいおもちゃのように。おりゃー！背中を全力で蹴られた五郎はバランスを崩し、螺旋階段をゴロゴロと転がり落ちていった。ニコ、話は聞かせてもらったぜ。ナナシはかつて自分を救ってくれた親友の顔を恐る恐る見上げた。十数年前、ナナシがニコと初めて出会った時、ニコも同じぐらいの子供だった。そのすまない、お前はお前なりに。俺様感動しんだ。え？ニコはドバドバと涙を流しながらナナシに抱きついた。ちなみにニコの体はすすだらけで、チャームポイントの赤いスーツも何もかもが真っ黒に染まっていた。やめろ、汚れるだろ。うるせえ、お前もともと真っ黒クロスケじゃねえか。気にするな。あと煙突はこまめに掃除して。そうなると思ってわざと掃除しなかったんだよ。悪い子だな。おい、悪い子すぎて俺様の手には負えねえわ。サンタ、お前もな。泥棒とか怖いから二度と俺の前に現れるんじゃねえぞ。ニコはナナシの胸をドンとして距離を置くと、サンタクロースマフィアは死んでもやめねえぞ。悪い大人に騙されて一人ぼっちになっちまったガキは戦う力も何にも持っちゃいねえんだ。ただプレゼントされたもんをどう使うかは大人になってからてめえが勝手に決めりゃいい。ゴロちゃんにはちょいとしつけが必要なようだ。迷惑かけたっつうことでサンタの落とし前はチャラだ。じゃあな。そう一方的に喋るなり、カズマからピストルを奪い悠々と去っていくのだった。あのマフィアのお兄さん。カズマの呼びかけに振り返ることもなく、階段の最初と最後の段には油を塗ってあるから気をつけて。あー！五郎と同様に螺旋階段をゴロゴロと転がり落ちていくのだった。カズマ、お前ちょっと楽しんでるだろ。バレた？子供はそのぐらいやんちゃな方がいいんじゃない？ねえカズマくん、これ見て。そう言ってヨンヨンがポケットから取り出したのは小さな飴玉。まさかこれがプレゼント？うわ、やっぱり悪い子だとプレゼントもしょぼくなるんだ。ああ違う違う、サンタクロースからのプレゼントは外に置いてあるんだ。途中で袋破けちゃってね。去年の分と2つちゃんと用意してあるから安心して。それじゃあこれは？とナナシが声を上げると、ヨンヨンは申し訳なさそうに頭を下げるのだった。そうか、思い出した。あんたあの時の？そう、昨年カズマの家の前でナナシとヨンヨンはすでに顔を合わせていたのだ。僕腰を抜かしちゃったんだけど、その人がくれたんだこの飴玉。でもまさかそれがナナシ君だったなんて。いや、
あんた子供みたいに泣きわめいて顔くしゃくしゃだったからわからなかった。体も限界まで丸まってたし、っていうかそんなもんまだ持ってたのか。別に毒は入ってないぞ。多分。多分って、これは僕のお守りなんだ。去年は怖くて逃げ出しちゃったけど、今年は絶対プレゼントを届ける。これにはきっとサンタクロースの魔法がかかってるんだ。サンタクロースの魔法？うん、七志くんには素質があるんじゃないかな。ねえ七志くん、カズマくんに何かプレゼントできるもの持ってない？何でもいいんだ、カズマくんが喜びそうなもの。いった。ヨンヨンは興奮したように七志のポケットを探ろうと近づくが、もらえたのは脳天チョップ。そういうのはいらない。勝手に話を進めるな。俺はこれしか持ってない。そう言って七志がカズマの手のひらに乗せたのはやはり小さな飴玉で。しょぼい。おいごめんごめん、冗談だよ。ありがとうサンタ。ねえねえ、包み紙を開けてみて。何も起きないだろ、俺はサンタクロースじゃない。だいたいカズマが今さら飴玉一個で喜ぶわけ？じゃあこれが成功したら一緒にサンタクロースとして働かない？なんだそりゃ。カズマはドキドキワクワク好奇心を抑えながらゆっくりと丁寧に飴玉の包み紙を開いていった。そこからたくさんの光があふれ出し、家の中にキラキラと輝く雪が降り注いだ。はあ、雪？すごい！うわあ、綺麗だね。特大の魔法だ。片付けが大変なだけだろ。サンタ、俺サンタと雪遊びしたい。おもちゃなんていらないから、俺サンタと一緒にいたいんだ。ああ。それから二人は大きな雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり。ヨンヨンはそんな様子をニコニコと楽しく眺めているのだった。ねえサンタ、俺来年もサンタのこと待ってていい？無事にサンタクロースになっていたらな。プレゼントを届けに来る。だから来年は家族と一緒にいろ。うん、わかった。じゃあちょっとだけいい子にしてる。とはいえそう簡単にはいかなそうだが。そうだよ、ビシバシやっちゃうよ。はあ、でもなんか急に疲れが。はあ、ごめん七志くん、カズマくんのプレゼント運んでもらってもいいかな？あと帰りは僕を背中に乗せて運んでもらえないかな？もう全面的にサンタクロース任せるから。嫌な初仕事だな。明日は年に一度のクリスマス。子供たちにプレゼントを届けるためサンタクロースは。ゴロちゃん、機嫌直せ。ケーキ買ってやるかな。じゃあホールケーキ、年の数分食べます。え、クリスマスってそういう行事じゃなくね？何か文句あります？ありません、ごめんなさい。もう俺ボスなのに雨も切らしちまうし、やってらんねえ。つーか俺様、やっぱりサンタにもらった飴玉じゃねえと満足できねえや。なんでか知らねえけど。え、何、俺の心奪われちゃってるの？ハート泥棒されちゃったの？やめてくんないぞい、気持ち悪いの。俺様はサンタクロースマフィアとして。あれ、雪？
夜はまだまだ終わらない。アンタッチャブルナイト、これにて完結でございます。いやー、ほんとみんなのセリフを取り終えた時ですね、なんか猛烈な達成感がありましたね。あの前編の時にもお話したんですけれども、延べ30時間超をかけて、熱を込めて丁寧に収録させていただきました。本当に納得のいくテイクが取れるまで、一つのセリフ、結構長ゼリフとかも本当に50テイク以上こう繰り返させてもらったり、その間にちょっとずつね、こう芝居の成長みたいなものをあったりとか、本当に熱量をものすごくかけて撮らせていただいたこともあって、こうしてこう完成した朗読を皆さんにお届けできて感慨深いものがあります。カイ君、スコヤさん、ベルさん、スイさん、本当にありがとうございました。そして脚本書いてくれた二宮愛先生、そしてもオープニングのアニメ、素敵なアニメーション急遽、作ってくださったチーム裏猫の皆さん、そしてイラスト、いつもお世話になってるイラストチーム赤よろしのみんな、 BGM、 素敵な BGM 今回も書き下ろしてくれたアドストラクシー、そして収録にご協力いただいたスタジオスタッフの皆さん、またその延べ30時間もねずっと付き合って、撮ってくださった、エンジニアの方もですね、本当にありがとうございました。皆さんの協力のもと、今回の朗読企画皆さんにお届けすることができました。そして何より最後まで聞いてくださったあなた、本当にありがとうございました。というわけで概要欄の方にですね、みんなのチャンネル等々の情報も載せてあるかと思いますので、チャンネル登録等々ぜひよろしくお願いいたします。この小野 YouTube の方でもですね、これからもみんなと楽しめる配信や企画をお届けしていきますので、よかったらまた遊びに来てください。よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは最後になりましたが、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。またこんな形でね、朗読企画もそうですし、VTuber の仲間たちと一緒に面白い何かがお届けできたらと思っております。その時はまた遊びに来てね、よろしくお願いします。それでは小野ゆうきでした。まったねー。